ここら辺のタスクはもう余裕なんでねって言おうとしたけど、手がおぼつかない。あ、よし、オッケー。おノエルさん、信用か？これ団長。シーシー。あ、来た。シーシー。なんかいつものアモンガースと雰囲気が違いすぎて。いやでもなんか殺意高い。多分早いよ展開が。私全然タスクやってないもん。あれなんかあれこれコラボですよね。あれえなんかあれあこれ二次三次コラボじゃないですか。ねえこの二次三次の儚いコラボで。あれでも待って待ってルシアさんはまもう死んでるはずですよね。もう多分入れないんだよここ。箱内コラボになってしまった。入りづらいだろうな。いや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 これはもう、チャット投げよルシアさんに。ルシアさん来てって。怖い怖い。呼ルシアさん来て。いや委員長からの呼び出し一番怖いから。いやいやいや全然怖くないでしょ。私からの呼び出しは今チャット打ったからルシアさん来てって。 いやシーナがあれって打った方が怖いからこれ。シーナのあれの方が怖いですよ。ほら、まだかなとか打たないのチャットで。え、ちょっといいですか。あの、ルシアさんが墓に来なかったんですけど、それってどういう…え、なんで？え、なんか…いや、あの、ウィートさん、どこですか、墓って。え？ボイちゃんの墓がね、下に…あ、墓知らなかった。あ、なんだ、本当に忘れてただけだったんだ。まあまあでも忘れてたってことにしましょう。それはそれはそれは墓地があるのか。そう、すいません、すいません。いやそれはもう忘れてたっていうことにね。呼び出し怖すぎますからねこれ。チャットがもうルシアさんの嵐に。なるほど、ごめんなさい。2時3時からの呼び込みがすごかった。うわ、ごめんなさい。ごめんなさい、かわいいから、いっか。あー、これかこれか、あったあった、そういうのあったわ。はぁー、早いよ。ちょっと、え、くんど見れ、おま、おい、くん、お前、マジか、祭り軍道か、これ。早い早い早いよ、早いって。やばいな、あ、死んでる、いや、すごい。すごい勢いでやるね。さて、まだかな、まだかな。あ、ルシアちゃんだね。え、ミュートになってますよ。あれ、ルシアさん。あ、こんばんは。ルシアさんですね。あ、院長先生。院長先生じゃないか、院長さん。あ、こんばんは。まあ先生でも全然いいんですけどね。あ、いや、むしろ先生って呼んでほしいまでありますけどね。あ、本当ですか。あの、うん、あ、いい子だね、今日天気いいですね。あ、今日、いや雪降ってるけどね。はい、雪ですか。え、雪降ってません。これ積もってますよね、どう見ても。あ、本当だ、ほんと雪が、うん、これあの QR コードのタスクどうやるんだこれ。 QR コードこれなんかカードひっくり返したら。あー、なるほど、ルシアさんは賢いですね。賢いのかもしれない。あ、何見てたんですか、ディスプレイで。宇宙ですか。あ、そうです。宇宙を見ていました。いい子ですね、ルシアさん。ルシアマの、はいはい、見てました、動画。え、何の動画見てたんですか？あの、なんかあの、はい、学生の頃。はい。いや、学生ですよ、私。あ、学生ですか？私も学生。はいはいはい。あ、申し訳ございません。そうですよね、ほんとごめんなさい。おかしいな、どうしたんだろう。なんか学校の話してたんですよね、めちゃくちゃ面白くて、なんかあの、はいはいはい、学校行く前になんかポスターがどうのこうのっていう話を、うん、学校行く前にポスターがどうのこうの。そう、This is the other side。 そんな話なんだっけ。ポスターです、それ話。なんだっけ。それ、あの、動画見ましたの第一声でする話で。それ一番最初に出てくる。あ、ちょ、ごめんなさい、なんか出てきちゃった。いや、ちょ、わかんない方のために説明すると、あれですね、目の前に立ってたよ、私の学校の前に。私の本名を、報告しようか、あの、月のミトって書いてある、あの、学校の電話番号とかが書いてある、嫌がらせのポスターがめっちゃ貼られたっていう。あ、どこか。死んでるのがいて。やばい、なんか、ゲームのこと頭に入んなくなっちゃった。そうなんですよ。さっきのルシアさんが面白すぎて。ひどい心。誰があれかわかんないですよね。え、誰なんだろう。私多分二人ともわかる。え、誰ですか？いいんですか、言って。いいですよ。いいんですか。多分、
低俗ペアですね。今頭の中で低俗な人間を二人思い浮かべたらそれが正解ですね多分。誰にやられたんですか。だから一番低俗な二人を思い浮かべたらそれが正解。低俗って低俗モードの人いるんだよな。もうやったやられた。あ、そうか、もういるんだよな。祭りは、あ、そうですね、祭りは、うん、3人やりましたね、うん、ほらほら、いや、私が祭り大丈夫そう。よし、OK。 ミトちゃん、早ないねえ、いつもかわいい、いつもかわいい、見すぎる。ということで、ここから、二次ホロ宇宙人道開始ということで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、解説実況は月のミトがお送りいたします。現在私を殺したのは夏色のアツリさん、もう一人の、人道は未だ潜伏状態というふうになっております。それでは他の人の証言聞いていきましょう。誰かが閉じ込一面じゃないですか、ちょっと。こんばんは。声低くないですか、ルシアさん。こんばんは。もうね、やめ落ちしてるよ、ルシア。いつもこんなんなんですか。あ、これが本当は、ちょっと今、配信の方はミュートしてるんですけど。秘密ですよ、この声。じゃあ、私もちょっとミュートにさせてもらっていいですか。はい、ねえねえ、乗っちゃってるよ、そんなこと言ったら。あ、もしもし。あ、ルシアさん。ノエルさんも。ミトちゃん。あ、こんばんは。あ、こんばんは。すいません、ちょっと今、配信ミュートにしてて。かわいい声だね。すいません、地声こんな感じで、ちょっと普段と違くて恥ずかしいんですけど。LINE やってます。ルシファー。ノエルさん。ノエルさん、配信つけてるんですか。つけてるの。いや、配信切ってます。なんかやばい空気をさして。切ってますよ。大丈夫。LINE も ID 言えますよ。何ですか。LINE、LINE 教えてくれるの。じゃあちょっと。じゃあ、スカイプチャンネルに ID 貼っといたんで。古い、古いよ、ディスコで話してるのに。ちなみにみんな誰にやられたんですか。私、今いる人、今来た人。ミトさん殺す専用みたいなとこあって。専用機みたいなとこがあって。あらあらあら。